い、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、マサイソンズもよろしくお願いいたします。名門校全国制覇の旅、近畿地区奈良編、本日は第15話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。通算42話目になります。前回ですね、夏の甲子園奈良県入って4年目戦っていったんですけども、4年目でも優勝できずというような形になってしまいました。ちょっとね、準々決勝で岡山の瀬戸内高校、エース和田くん、別に特に転生 OB とかではないんですけども、このエース和田くんに1点しか取れず、敗退してしまいました。ただですね、ちょっとね、次の世代っていうところで転生 OB、星野信之さん投手ですね。でバッターには木俣さんがおるというところ でしかもですね、この配信自体は9月2日になるんですけども、ちょっと収録日がだいぶ前でして、で、やっとね、アップデートが行われたというような形を聞いてますので、連打されるやつがなくなったりとか、で月曜日にテンション下がるのがなくなったりとか、であとはね、赤徳を消してもらえるようになってるとか、若干の調整が入ってるみたいなんで、そこも楽しみにやっていきたいと思います。で、まずは今日はね、新チームになりますので、秋の県大会、近畿大会をしっかりと、勝っていけるように頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この MK の休日、映画内ですね、本編にあたっては月曜日と木曜日お休みいただいてます。でショートにあたってはほぼ毎日配信しておりますので、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。さあ、それでは今日も元気にやっていきましょう。お願いします。8月23日に、アップデートしたみたいで、ちょっとね、僕事前にこう収録する形でやってますので、ちょうど23日が、今日収録日になりますので、で、アップデートしてから初めての、栄冠9というような形になります。で、なんかぐったり、みんな疲れてるというところで、ここで回復させておいて、で、前回ね、甲子園、準々決勝で瀬戸内高校1対4で負けてしまったと。これはね、アップデートしてもしてなくても打ててないので、もう特に問題なく、負けて力負けしたのかなというような印象ではありますね。はいはいはい。であとはね、プロ野球選手が結構ね、赤徳を消してくれるみたいな形では聞いてますので、その辺がね、どういう風な形で消してくれるかというところは楽しみにやっていきたいとは思ってるんですけども、これ遠藤が盗塁持ってきたらでかいよ。あ、盗塁にこれ持ってきたら遠藤スタメン入る。どうだ、持ってこいよ、ダブルエンド。うわー、そこ持ってきたらね、うち機動力だいぶ強くなるんですけどね。西口、高橋やったら西口やね。キャッチャーに、キャッチャープランにはでかいと。どうだ、キャッチャープランに来い西口。厳しい。うわー、無理かー。ちょっと厳しい戦いですね。新チーム、特にキャッチャーが、前までは西山さんがおったんですけども、西山さん引退してキャッチャー B がいないんですよね。えらいグランドレベル低いな。なんかないんかこれ。ただただないと。これなんかアップデートした時に結構ね、土もらえたので、それはいいことなんですけども。でここで日本代表を、はい、まずは太田くんね、西山くんで磯部くん、ああもう転生 OB3 人ね。 OKOKOK 今回は順調かなというようなところですね。ほんで次、日本代表帰ってくるところまでやっていきたいと思います。はい、というところで18歳以下野球世界一決める戦い帰ってきたというところで、あ、良いか、 MVP 取れるかな、ベストナインね。西山が、そうなんだ。いや、ちょっと厳しい感じにはなってしまいましたけども、こっからね、県大会、葛城高校、前評判でいい。問題ないですね。ほんで、練習指示があるんで、できるだけ、プロ野球選手がね、今回は、その赤徳を優先的に消してくれるみたいな感じにはなってるみたいなんで、
あーいいですね、力配分なくなったと、まあ赤トック消してくれましたね。で1回戦は桂木高校前評判 D というところなのでオーダーだけ打っていきたいと思います。1番ショート、走れる篠原くん、今ちょっと守備鍛えてます。で、2番が、セカンドの遠藤、まあ、1,2 番が今回はしっかりと走れると。で、3番が、センターアブリジヒッター広角打法を持ってる威圧感持ちの近田。で、4番がキャッチャーの広角打法の木俣さん、天性 OB。 で、サードが広角打法の橋本で、レフトが山田くん走れる。で、西口が1年生ながらチャンスメーカーと思っててかなり能力高め。で、ピッチャーは星野千一さんじゃなく信幸さんの方ですね。まあ、能力ビタビタでね、あとは一発と四球をね、プロ野球選手に消してもらったら完璧。で、広角打法持ってるんですけど、足に特化した沢口というところで、今回はね、篠原、遠藤、そして山田、で、沢口と、走れる選手が、随所にスタメンでいてるので、まあ、この辺を駆使しながら、どんどんね、やっていきたいと思います。で、まあ、ダメダメはやめといて、でこのような形で、まずは初戦から入っていきましょう。まあ、そのね、アップデートされたおかげでバランスのやつが変わってるというふうに聞いてるんで、まあ、その辺はねちょっと期待しながらやっていきたいと思いますね。ほんで、まあ、この辺はちょっと信頼度低めの選手をどんどんやっていきたいというところで、橋本を、先発でいきましょう。まあ、このチームね、甲子園は準々決勝で負けてしまったんですけども、意外とね、神宮と、春優勝してるんで、この前の世代がね、結構信頼度はそこそこ高いんですよね。なんで、その辺はね、ちょっと期待して、やっていきたいんですけど。あとはね、そのなんか変なランダがなくなったっていう話にもなってて、まあ、バグも修正されたというところもあるんで、まあ、結構ね、あれはしてほしいですよね。そこは見せてほしい。1点は取られた。さあここで、センター返し、しっかりと打ってほしいんですけどね。まずは OK、 いいよ。これでちょっとね、早めに打ってほしいんですけど、まあ、木松さんがね、結構ね、パワーAミドへなってホームラン打てるようになってきたんで、まあ、唯一のホームランバッターかなというところで、どんどん打ってほしいかなと思うんですけど、ここは打てない。逆にアップデートして打てなくなったとかいうパターンはやめてね。 OK、 いいよ。さあここで西口、1年生ながらかなり能力高め。オッケー、あー惜しいな。ちょっとここまでね全然打ててないんですよね。星野さん頑張って、別に打たなくてもいいけど、まあ、まだ5回なんで別にいいんですけども、ただ1点も入れてないっていうのがちょっと怖いんですよね。待て、ストライク、高め、空振り三振、バットが空を切りました。そんなに相手強くないでしょ。うん、ただここで沢口出る。沢口のいいところは走れる、もうすでに走っている。しのちゃんのセーフティー、はい、うますぎ。うん、いや結構相手強いな、なんか守備もうまいぞ。いや弱いな、弱いな。ピッチャーはいや、これ打てないのお前たち。確かにね、あんまりね打は特化してないんですよ。ナイスバッティング。1、2塁間のあたり抜いていった。でここで遠藤が出たでしょ。で遠藤盗塁2持ってるんで、初安打、バッターは2年生橋本。ここで盗塁できる、走れる、もう今回は特に機動力で勝負するしかないかなと。で元々ねあんまり能力的にはね今の2年生あんまり強くないんですよ。まあ、木松さんとか星野さんはおるんでその辺はいいんですけども、いけるか、セーフなの、セーフ。記録はショートでエラー。ランナー2人を置いて迎えるバッターは決まった。今日はレフトフライとライトフライ。なんで、まあ、できれば単打単打で塁出てチャンスに木松さん回して、木松さんで打ってもらうという形を取ってもらわないと、ちょっとねかなり厳しい戦いになってくるんですよね今後。マイナス。ほんで、まあ、一番怖いのが今の1年生、1年生が
天性 OB がいないんですよね。天性プロも合わせて、そうなってくるとこの2年生がどれだけね、成績残して経験値を貯めて1年生にバトンタッチできるかっていうところがポイントなんですよね。ワンアウトランナー1塁2塁となる。できればこの世代でしっかりと甲子園、夏甲子園制覇したい。5年目になるんでね。次山田ナイス、オッケー。まあ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 、後半はね操作できるんでこんな感じで点取ってくれたら問題ないんですけど、山田タイムリーツーベース。まあ、初戦はねなかなか大阪桐蔭の西谷さんもね言ってました、初戦は難しい。三塁達成。いいよ、相手バテバテ打てよ西口。あいねさん抜けた。まあまあまあ今回は盗塁ができるんで、まあまあ大丈夫かなと。ただね、前回盗塁できないチームやったんですけども、それでもねうち、あら、まあ、いらっしゃらないな。春と神宮制覇してるんで、まああんまりねそこまで能力高ければ問題ないのかなというところはあるんですけど、でまあここが走れる。逆に今の1年生も走れる選手がいないんで、ただ盗塁の本とか結構あるんで、最悪使うか次の1年生次第ですね。新入生振り逃げだ。振り逃げ。なおもチャンスが。バッターは2年生橋本。はい、終盤に打たれるのがなくなったっていうところだけでも十分ですね。ただ多分ね、普通に強い相手やったら普通に打たれるような感じはすると思うんですけど、落ちる、取った、あ、落ちない。これでツーアウト。ランナー先ほどタイムリーを放っている木本さん、ちょっと一発打ってほしいんやけどね。初球から打っちゃった。これどう、宇宙間へのフライですが落ちる。 OK、 二塁ランナー三塁回って本当に突っ込む。これで7点、あと1点でコールド勝ちね。決まった、タイムリーツーベース。いい感じじゃない。今日2本のヒットを放っているチカだ。もうチカちゃんがねやっぱねアベレージヒッター持ってるんで、いやもう最強なんですよね。変化球、あれ空振り三振。最強言ってたの。低めの変化球にやられました。あら、ここよ、ここで前回でしたらここからめった打ちされるというような形だったんですけど、それがどうなってるかというところですね。ピッチャー返し、取れない。まあ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 、まあ、球それた。やめてやめて、そういうの、そういうのやめる。加藤、いい無駄なことしない。見せました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは横井。いいよ、来ました。三遊間、いやいやいや、もうめった打ちされてるんやけど。レフトバックホーム。これはただの能力のせいか。横井ナイスバッティングで、バッターは2年生秋田。能力のせいなのか。打ちました。初球打ち沢口、余裕があります。まあまあまあ、ライト上がってこれは犠牲フライ、つかみました。中継肩弱っ、来た、来た、ライトへの犠牲フライ、カツラに点差を5点に縮めました。まあまあまあ、うちのチームもあんまり強くないんで、まあ、そうなるかなとは思ったんですけど、ここでカキンカキンカキンみたいな3アンダー連続ヒットとかされたらあれやけど、何してんのお前、ほんまに、ほんまに。頼むぞ西口。ただにファーストに投げる前にショートにバトンタッチしてみたいな感じで、まあ、とりあえずは2点は取られたと。終盤でまだちょっとね信じられないような疑心暗鬼のまま最終回。ただね、多分うちあんま強ないんですよねこの世代なんで、ただただうちのチームが弱いと。西口取った。はい、ワンアウト。そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト。ただね、まあ連打がなくなるイコールいいことが一つありまして、終盤でピッチャー変えれる、うん、ピッチャー変えれるプラス、守備を出していけるっていう形になるかなと。バッターは代打渡辺、桂の続けざまに代打を。代打補正はなくなってないかな。打ちました。ライト方向へ持っていきましたが、ライト掴みました。中継、代打で出てきたやつがなんかめっちゃ打つみたいな。バッターはピッチャー中山。ほんでまあこれピッチャー、これ遠藤が、まあ、外野、長谷部どこ、サードか、まあいい、生かすわ。でキャッチャーで外野でファースト、青木はセカンドで、杉浦どこなの。あ、サードか。長谷部とサードかぶってるけど、長谷部、あ、え、うんうんうん、なんかバグっとるわ。長谷部にもう変えたのに。あ、オッケー、あ、そういうことね。
杉浦とどっちがいいかな、まあ、いいわ。で、内野行こうか、ピッチャー。大丈夫でしょ。もし内野が打たれたら、あの、交代させるから。持ち前の熱血が力を発揮することに。一人だけ。いいよ。OK。そうやね。これがなくなっただけでも十分かな。一人でちゃんと抑えれる。試合終了。初戦をものにし、はい、初戦突破ということで、コールド勝ちはできなかったんですけども、まあ、十分ですね。十分。はい、7対3で初戦突破したというところで、まあ、弾道もみんな上がってくれてるんで問題なしですね。はい、次頑張ってやっていきましょう。これね、いつもこの時期に弾道を1年生を特に上げやすいんで、 OKOK、 1年生みんな弾道上がってるんで、でここでまた練習指示で弾道だ、この9月だけで、10月だけで、1年生が弾道3まで行ってくれるんですよね、1ヶ月で。で、まあ2年生は、まあ弾道3まで上がってるんで、まあ4にしていけるというような形で、この時にね、練習指示あったら結構いいんですよ。ちょっとね、いくらアップデートしたからとは言えですよ。うん、全員どんにどんにいこう。これできます。怖いんですよね。このゲーム、信じてないから。アップデートしてること。篠原で。うわー、星野さん普通か。篠原を2番にして、これできます。相手も全員2年生。前評判 C とか、県大会で来たらダメなんですよ。あっちだったらわかるけどね。近畿大会。近畿大会は C はまあ、しゃあない。オッケー、ナイスエンド。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生篠原。いや結構強いぞ。マウンド上は浜田。あーでも投手能力低いと。まず走る。二塁送球はどうだ。これは悠々性盗塁成功。ランナーは二塁に進んでいます。うちは機動力で勝つしかないから今回。で、あれキャッチャー取れない。今拾った。送ろう思ったんやけど。平常ここで前進守備をします。平常高校打てるよ。まず1点先制しよう。ナイスバッティング。オッケー、犠牲フライ。中継、オッケー。いいよ、表なんでガンガン点取っていこう。いいよ、星野さんいいね。はい、3点目。いいよいいよいいよ。できるだけ早めに点取って、もうおお、これはどうだ。あ、そのまま踏まれた。浜田一塁キャンパス踏んでアウト。オッケー、ナイス。いいよ、4点目。1点返された。それは全然いい。オッケー、ツーベース、エンドナイスよ。ちょっとシノを打ってよ、頼むよ。おっしゃ、打ってくる。伸びていや、シノは一発も出るから。もうシノはね、だいぶ期待してる。昔のオギみたいな選手、まあ、ちょっとオギをご存知の方いないかもしれないんですけど、さあ持ち前の方が全ショートでも出てきたオギ君です。僕 の、 期待を最後に裏切った。はい、ラッキー。はい、オッケー。記録はファーストのエラー。これほんまにお前ら毎勝が C か。7、1点入りました。7、なおもチャンスが続いています。先ほどこっからまず走る。キャッチャー送球、2塁セーフ。いやもう手堅い野球で勝っていくしかないからね。もう秋はなんと言ってもコールド勝ちしたもん勝ちみたいな。もう競ったらね、ただその終盤のランダが、ランダ戦がなくなるんやったら、まあ別に終盤まで行ってもいいんですけど、全然ここまで2安打の力。走る。キャッチャー2塁送球間に合うか。2塁は僕の理想的には 1,2,3 番がやっぱ走れてほしいんですよね。そうなったらやっぱ4番にチャンスでよく回ってくるし、一番いいんですけど。はい、OK。さらに点追加。センターバックホーム。近田が走れたら一番いいんですけども、走ろうか一回近田。 1,3 塁の時走れるから、こういうところに走らせて盗塁 C とかになってくれたら一番いいんですけど。いいよ、打ちました。空振り三振、バットアウト。ちょっとね、新チームなってからね、木松さんがあんまり打ててないんですけど、まあ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 、その辺はね、まあおいおいでいいです。他のメンバーが打ってるから、もうそれだけで十分。一塁線切れました。ファール。
橋本はね、カット打ちあるんで、まあ粘るのは別にいいんやけど、粘ってあげるとちゃんと打てよっていう話なんです。そうそうそう。橋本追い込まれていますが、打ちました。ピッチャー返し。オッケーいいね。そうそうそう。センターバックホームはい、あと1点でほぼコールド勝ち。いや、なんで初戦あんな打てなかったの。さあ、追加点のチャンスにバッター山田。さあ、お祭り男の本領。山田もミーと C あるんで、まあ、そこそこね転がして、あのタイムリー打ってくれたら一番嬉しいんですけど。抜けた野村、後ろにしました。はい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 。さあ、どういける。中継。はい、後ろに反らせたって言ってるから、あ、エラーね。それはちゃんとエラーっていうんや。なんか実況次第みたいなとこ出てるけど。さあ、思考を研ぎ澄ませて、エコーがつく。アウトコースをつけた。あ、惜しい。これで3アウトチェンジ。はい、最終回平常で、こうなってくるとピッチャー変えれるんですよ。まずは内野で、だってなくなったんでしょ、信じるよ、持ち前の熱血が力を発揮することになるの。まあ、内野はただ1年生なんで打たれる可能性は十二分にあるんですけども。打ちました、ピッチャー返し。まあまあ、ここ変えるわ。佐藤、ナイス。ただ内野は別に、内野は1年生なんですけど、安田がおるんで、うちの安田がね結構いいんですよ、これ悪くないんで、全球種スタイル僕好きなんでね。空振り三振。うん、ナイスピッチング。バッターほんで普通にツーアウト取って、最終回あと1人になった時に野手を変えていきたい。あら、バッターちょっと怖いな、1点取られたらちょっとあの続いちゃうから、試合が。二塁ランナー三塁へ向かう。破った、レフトバックホーム。山岸、いいバッティングを見せました。まあいいわ。バッターは2年生中山、今日はセンターフライとライトフライ。いいよいいよ、三振ね。打ちました、当たり損ない。わー、これゲッツー取っちゃうかな。ボールは取る。セカンド、あー、終わっちゃった。ゲームセットね。まあまあまあいいでしょう。ちょっと野手出せなかったのがちょっと心残りではあるんですけども、ちゃんとこうやってゼロで抑えてくれた、連打になってないというところがまずいいですね。で、しっかり12対1勝つことができました。はい、オッケー。だ、これでゲームバランスが整ったのか、今後どうなるか分かんないんですけども、次ね、ただ秋の近畿大会入りますんで、そこまで進んでいきたいと思います。はい、それではね、早速1回戦、森山実業、前評判 C、 これ他校調査来てるんですけども、いや、もうここはね、このまま全員ノリノリなんで勝負いきます。で、その後、勝てたら、次に、使いたいと思って今はいます。木松さんでいきましょう。うわー、ただね、星野さんが普通というような形で、ただ能力的にはめちゃくちゃ強いんで、普通の波のエースやったら抑えれるんですよ、ね、相手死がね。はい、ランナー2塁、奈良先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、そんな強ないぞ。バッターは2年生、オッケー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 、マウンド上、いいよ。死がといえば、もういつもの、わー、惜しい。これでスリーアウト、森本ちゃんが来るから。いいよ、オッケー。まず先生、鹿田がナイス。今回はのりもっちゃんいないの。あ、いないね。弱い弱い。いや、このチーム弱いぞ。オッケー、全然強くない、使わんでよかった。あ、でも全然なんか普通にいないんで、来ました、よっしゃ、タイム、さあ行くぞ。キマさん頼む、この辺で一発欲しいんやけどね、打てるバッターやからね。セカンドゴロ正面、セカンド、これはまだ1対0、しかも内表なんで、しっかりと返していかないと。 OK、 ツーベース。で、ここでこれ使います。黄色い線を背中に受けて、で、送りバンド、いいよ、しっかり送っていこう。そう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 、山田うまいんです、うまいし、セーフ、走れる走れる。記録はヒット、だから山田とか渡辺とかがまだ右打ちなんで、そのうち左打ちに変えて、もう機動力を十分に活かせるようにしていかなきゃダメです。西口1年生、打てよ、絶対頼むよ。おー、ナイス、
これセカンドもいけたら最高。オッケー、ナイス。ボールはセカンドへ。奈良2点入りました。ここしっかりと西口タイムリーツー。畳みかけてコールド勝ち行こう。バッターはピッチャー星野。お祭り男。さあお祭り男の本領、まあ、流し打ち。いやちょっと待ってよ。あ、打っちゃった。どうだ、中間へ上がった。いける。あー、そこで取られる。ちょっと送りバントしようかなと思ったんですけど、まあまあ別にいいです。ランナーは2塁。さあ追加点のチャンスにバッター澤口。第1打席はファーストフライ。これでエセフティが上手くなる。バントしてきた。はい、うまい。はい、これ絶対セーフ。アウトだ。あー、惜しい。アウトです。まあ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 、まあ、いいよ。ランナー3塁に進みました。絶好調。なおもチャンス。打て、吉野原。もう1点。4対0でいこう。うわー、これでも内野、このセカンドが内野だ。アウト、スリーアウトか。いいよいいよ、近田が出る。木松さん、これ強振でいこうか、一発。いいよ、ブンブン振っていけ。よっしゃー、やっぱ強振でいかんといけんね。強振で、うちの4番は。はい、橋本もホームラン。そしてヒットヒット。なぜかうちがヒットヒットで止まらんのよね。ランナーは、あ、西口か。西口んとこ誰かダイソーで、青木子か。もうどんどんね、あの控え選手を使っていけるような体勢でやっていきたい。星野さん、星野さんはまだね、5回やから帰れない。頑張って打って。打てたらラッキーぐらいの感じで。しかもこれ帰ってくるホームだ。はい、OK。 7対0。点追加。奈良、なおもチャンスが続いています。ランナー1人を置いて迎えるバッター、佐田口。いいよ。さあここでしっかりとつないで打てたら最高。まあ、10点取って早くコント勝ちしたいところではあるんですけども、まあまあまあそこまで無理はしないんで。さあここで7対0と。でファーストが後から重いだ。OK、 いいね。篠原ホームラン。いや、めちゃうこ打つね。逆に大丈夫。バランス、そのうちが強い、ちゃんと強くていいんやったらいいけど、そんな強くないからね。アップデート効果なのか、ただただうちが強いのかよくわからんけど。直球、空振り三振。まあまあ強振で打たしてるからいい。持ち前の熱血が力を発揮。初球を打ちました。れピッチャー返し。一塁送球。まあまあそれはいい。なおもチャンスや。ランナー一人を置いて迎えるバッター、山田。まあこの回もう一点取らんくてもいいけどね。で6回抑えて7回もう一回攻撃してみたいな感じでもいい。ピッチャー返し。抜けた。OK。さらに1点追加。10対0。山田タイムリー。はい、これで最終回入っていくような形なんですけども、あ、ワンアウトだけ星野さんでいこうか。来ました、アルボン。ほんでその後ピッチャー変えていきますわ。高めボール球、ピッチャー返し、抜けた。まあ、前回とかでしたらここから連打連打で止まらんくてめっちゃ打たれるっていうパターンなんですけど、それがどうなってるかっていうところですね。高めボール球、まあ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 、まあ山田取りました。ピッチャー変えます。ランナー一塁に戻ります。別に打たれてもいいです。これでワンアウト。バッターは2年生渡辺。50球しか投げてないから、ね、今日はセカンドフライト。いけるかな。不調やから一人だけでいいよ。頑張って投げて。持ち前の熱血が力を発揮。いいよ。打ちました。 OK、 ナイス。前に出るボールバライト。沢口はい、OK、ランナー一塁に戻ります。これ最終変えていくんですけど、山田くんなんか顔は男前やね。安田でいって内野。ほんで野手も全部全外いきます。もうこんな時じゃないと全外できないんで、キャッチャーで、セカンドが、セカンドいないか。サードがね、長谷部と杉で被ってるんですよね。ちょっと変えんといけんな。頼むよ。さあ究極の思考が解き放たれることに。いいよ。流し打ち。危なっ危ない危ない。こんなん言ってもったら終わりやで。ちょっとね、弾道さんあるからちょっと怖いんですよ。しました。ピッチャー。うわー、抜けた。あかん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 。はい、終わらしや。山田、いいバッティングを見せ。バッターは1年生久野。今日はキャッチャーフライト。頼むよ。 OK。
ちょっと怖いね。ちょっと怖い。あーいいね、完璧。あ、連打確かになくなったような気もする、気もする。で、とりあえずコールド勝ち。まあまあ、しかも10対0で全く点取られてないというところがいいですね。はい、しかも木又、橋本、篠原と、しっかりとホームラン、3人も出てるし、うん、問題ないね。もう全然悪くない今。はい、で、次多分ポジティブ使って、で、ひとマス行く。さあ、対戦相手が普通に強い可能性はあるんで、ミゾットで。鹿田くんね、走塁。どう？盗塁。来い。あー、無理か。これ、盗塁シートがなったらめっちゃでかかったんやけど。はい。あ、橋本学院、前踏まし。多分、和歌山やね、これ。中堅。中堅か。まあ、いいでしょう。ここ絶対勝たないといけないんで、遠藤、沢口、力で。はい、星野さん絶好調。このままいきましょう。まあ、とりあえずここ勝てば、まあ、神宮確定するんで、春もね。だから、そこを、ここ負けて、神宮行けなかったとして、春も行けないとき、結構地獄の冬が始まるから、なんとしても勝たないといけないんですよ。弱いな。マウンド上は亀山。え、弱いな。え、ピッチャー弱っ。他におらんの、和歌山。いや、小林くんおるやん。らしいや。小林くんって智弁の小林くんかな。え、あ、大久保さん。大久保さんらしいや、14番で。君弱いよ。まあいいけど。二塁送球はどうだ。これは楽だ。これもだいぶラブリー、このピッチャーで来てくるけど。先の塁に進んでいます。しか打ってき。頼むよ。あー、ナイスやねー。延長くる。セカンドもいける。早くも先制よ。最高。 OK、 2点取った。3点取った。 OKOKOK。 で、なんか点数取った時にすぐなんか点数返される時とかあるんですけども、それないね、意外と。1、2塁関係の当たりが2塁ランナーセーフ。2塁放送ね。セーフ。1塁はセーフ。ダブル。オッケーオッケー。いいよ。だって星野さん普通に抑えてるもん。だって強いもん。まあそのゲームバランスがおかしいから苦情が来るっていうのも分からなくて難しいよね。難しい方がいいって人もおるじゃないですか。その難しい中で勝てるみたいな、誰でも勝ってたらおもんないよみたいな感じの方はいるとは思うんですけど。さあ、ここはしっかりツーアウトなんで抑えてほしい。打ちました。ピッチャー返し。取れる。お、篠原。いけるか。ショートから一塁送球。ナイス。いやいや、最近ね、弾いて弾いてもね、カバーでいけるから、それが最高。で、ここ C の。さあ、持ち前のくせ者ぶりを発揮。お前さ、スタミナいいなやろ。100球も投げれんやろ。バントしてきた。二塁ランナー三塁へ。はい。一塁へ送る。一塁アウト。これはアウトです。篠原、ここはきっちり送ってきました。なおもチャンスが続きます。意外とね、3点333と取ったんやけど、その後取れてないからね。一二塁間。はい、ナイスバッティング。ライトバックホーム。こういうの大事なんです。1点入りました。遠藤タイムリーヒット。ただまあ連打がなくなったって聞いたんで、今日ツーベース打っている鹿田。まあ、この辺はね、安心、ちょっと安心かなと。4点差、5点差ぐらいあったら余裕なのかなっていうところはあるんですけど。痛烈な当たり。打球は左中間に上がった。センター交代。いや、面倒いね、うちのチーム。まあ、相手をタフト調査してるっていうのもあるかもしれないんですけど、ここまで普通にバック勝ちやもんね。ここまで2打席連続三振。今さ、打ってよ。さあ、ナイスバッティング。打球は左中間に上がっている。いいバッティングやね。このセンターの子もなんか転生っぽいよね。センター点追加。松並君。決まった。タイムリーツーベースヒット。バッターは2年生橋本。だから君はどんだけ投げるんや。お前初球から打ってた。レフトフライ。正面ね。距離は出ていません。掴んで、これで3アウトになります。いいよ。で、西口出る。西口出たらここダイソー。青木7。1年生で唯一青木くんだけ走れるんです。ボールを2塁へ送った。はい、セーフ。盗塁成功。
ランナーが一つ先。さあここで星の代打行こうか。もうそれやったら、今井ちゃん全中優勝ピンチヒッター今井ちゃんと あの西口ちゃんが全中優勝1年生なんですけど、まあ、この2人が結構ね能力もうすでにいいんですよね。1球待とう。はい、バッティング。いい、残念やね。ここはオッケー、サードいけるか。あー、オッケーオッケー、大成功。なおもチャンスが続いています。亀山交番、大久保さん来たね。ただ体調悪すぎで、ここでほなあんま出てない杉浦いるかで、沢口。さあ持ち前の癖も登りを。沢口こういうところでヒット打っていこうね。いや、こんなんだってサクッとかけてるのなんか久しぶりやもんね。しかも打たれてないっていうのがすごい。次逆にゲームバランス調整しすぎて簡単になりすぎたみたいなコメント出ないんだな、まあ、これでなんか夏も普通にすんなり勝ったりとか神宮とかもすんなり勝って簡単になってしまったらあれなんですけど、ただ前4番 S は普通に強いからね。まあまあ問題ないと思うんですけども、どうやってゲームバランス調整するのか、よくその辺の調整の仕方とかよく分かんないんですよ。さあ、ナイスバッティング。打球はそのまま伸びていく。いや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 、打ちすぎよ、打ちすぎ、お前ら。ほんまに調整、逆にこっちにめっちゃ打つように調整されとるじゃない。あー、これはアウト。1塁はアウト。これで2アウト、ランナーあります。はい、フォアボール。木松さんとこダイソー行こうか。じゃあ、うん、誰でもいいけど。7、こんだけ出せたら十分ですよね。近畿大会の2回戦やし、しかもこれ多くも取った一塁送球。なんでこれも最終回入るか。3アウトチェンジ。7回。んで、サードおるんで、まあ、うちのまず行かせて守備が、ここキャッチャー高橋で、セカンドで、外野でこれでいきましょう。そしてウッチーが打たれたらすぐ交代で、まあ、多分打たれるんですよね。これ打てなかったら逆にゲームバランスがどうかという問題じゃなくなってくるんで、ランナー出したら交代しようか。点取られても、松並くん別に全然転生じゃないね。まあ、タコ調査使ってるから、まあ、こうちょっとかけてるっていうところはあるかもね。はい、はい、最後うちの2年生。さあ思考を研ぎ澄ませて、さあ頑張ってよ。この辺はね、前の2023年とかでもやっぱ控えピッチャー出したらポコポコ打たれてたから、スライダーやねんけども、抑えたというところ で近畿大会、2回戦とも、まあまあ、前評判 C で、まあ、中堅レベルやったんですけども、まあ、しっかりと、コールド勝ち、することができました。まあ、ただね、まあ、うちが名門なんで、それで、まあ、強いというところはあるのかもしれないね。うん。だから、まだちょっとね、この、アップデートの恩恵っていうのは、ちょっと感じてはないんですけども、ただやっぱり、まあ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 、まあ、それはでもあるかもね。アップデートしてるからこそこんだけゼロで抑えれてるっていうのはあるかもしれない。次、神宮大会。はい、抽選会ね。まあ、このまま行くからどんどん。ほんで、まずドラフト会議。で、この世代は、そう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 。神宮と春、2大会で優勝したから、ただね、そんな選ばれる3年生あんまおらんのよ。選択希望選手。誰？読売。あー、西山さん。楽天。磯部。おお、すごい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 。さすがミスターイーグルス。横浜 DeNA。DeNA。太田さんね。埼玉西武。西武。誰？おお、テロちゃん。第二巡選択希望選手。誰？北海道日本ハム。あー、続き。千葉ロッテ。前ちゃんね。第三巡選択希望選手。第4巡選択希望選手。おらんやろ。第5巡選択希望選手。おらん。第6巡選択希望選手。ああ。
まあまあまあそんだけね。何人行ったんかな。まあ別にいいわ、あまり興味ないというところで、このまま抽選会にガツンとやっていきたいと思います。ほんで、まあ、この中神宮がちょっと結構ね、一つの指標になるかなと。秋島とか来てもいいよ。あ、来た来た来た。秋島、あの神宮で毎回当たる秋島だ。6番引いたら秋島やけど、もう今回は6番引きます。秋島を引きに行きます。はい、あー惜しい惜しい。まあいいでしょう。1回戦西尾高校、え、西尾高校ってあれじゃない、愛知じゃない、確か覚えとんよ。まあとりあえずは、まあ西尾高校としっかりやって決勝で秋島とやれるように頑張りましょうか。うん、はい。それではね、早速1回戦西尾高校前評判 D と、B ですね、やっていくんですけども、その前になんですけどね、星野さんが支給、やっぱプロ野球選手止まったら支給消してくれましたね。やっぱりあれなんかな、アップデートされてる効果が出てる。いや嬉しいですね。これまず赤が得消してくれることによって、まあ、前回なんかうちのエースタイピッチ G やったからね、かなりきつかったんですけど、はい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 、多分ね、ここ愛知は思うんですけどね、滝くんって名前かっこいいな。まあとりあえずはやっていくんですけども、まあ愛知といえばね、やっぱ稲葉さんであったり岩瀬さんで一郎っていうところで、その辺とねやっぱ対戦したいんですよね。でしかもなんかちょっとユニオムも愛工大名電に乗にしてきてるでしょ。ちょっと強いな森くん。森ひろと西、あ違う、リン。いやちょっとこのチームなんか急速速いから強いね。ほうほうほう、この滝くんは違うの、あ違うね、田口、あ違う、あー超ノリノリ。このバッター怖いね、代打で出てきたら。とりあえずまず走ろう、ま、タッチはセーフ。この辺ぐらいから、まあさっきのね、県大会、近畿大会はね、まあそこまで大した相手ではなかったんですけども、こっからですよね。はい、ナイスバッティング、だいぶ飛んだね。最上段まで行った。いいよ。さあ、誰？西口ホームラン、1年生よ。いいよ、エラーわかんで、ね。オッケーオッケーオッケー。いや、結構ね、ゼロでしっかり抑えてくれてるんですよね。もう一発いこう。うん、惜しい。まあ、神宮もコールド勝ちがあるんで、まあ、できれば早いところね、コールド勝ちしてほしいというところは希望ではあるんですけど、橋本もホームラン、ホームランよう出るね。 OK、 ゼロしっかりとゼロで抑えてるんですよね。で近田もいいからね、アベレージした効果からをどっちもできると、一発も打てるし、あのヒットも打てると。取ってこれで3アウトチェンジ。いいよ、まあまあ、どんまいどんまい。いやー、星野さん全然打たれてないよね。むしろ県大会の1回戦にちょこっと打たれただけじゃない。ファーレスバッティング、いやもう神宮で爆発してるわ。ソロホームラン決まった。今日これが2本目の、2本目ね。神宮でそんな神宮の男になっちゃうのかな。いやお前もええな、西口1年生優秀やな。さすが全国優勝はね、あのレベルが違うんですよ。よう打つよう打つ。ほんで結構ね、神宮とかでも打っても青徳があんま持ってきてくれなかったんですよね。なんでこれ持ってきてほしいよね。ちょっとやめて。ここで、ここ下げる。ここは相手に揺さぶりをかけて。バントしてきた。マイナー。二塁ランナー三塁へ。まあまあまあ、これはいいよ。アウト。ここはチャンス広げる。打順は一番に帰って篠原。もう一丁するか。もう一丁。だいぶ揺さぶられてるやろな。打たれる。そらさよ。抜けた。ライトバック。はい、7対0。さらに1点追加。篠原タイムリーヒット。初安打。いや、めちゃくちゃいいんやけど、チーム。キャッチャー二塁送球、逆に大丈夫。ランナーが二。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。まあでもね、秋島は強いからね。秋島とやったら分かるわ。あらあら、記録はセンターのエラー。
センターのエラーです。あ、岸本やった時にあのどれぐらいの力差なのかっていうのが分かる。走る、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、ランナーが一つ先、鹿だ、さあ思考を研ぎ澄ませて、一発ボール球打った、ナイスバッティング、帰ってくる、二塁ランナー、でもこれで10対0やからね。さらに、さすがにちょっとね、ここでここから星野さんを変えるのはあれなんですけど、持ち前の、さあ1試合3本いこうか、3本確定弾打ちました、うわー、キャッチャー落下点、真上、エラー、あー、これで3アウト、6回の西尾、いや、2安打完封いこうか、いや久しぶりにこんな防御率いい人見たわ、ピッチャーで打ちました、いやもうアップデートされてからだいぶ抑えてるよ、掴みました、これでワンアウト、それがアップデート効果なのかよくわからんけど、今日はショートフライト、いやもうこのまま星野さん完封いかすわ、下手しいアウトクなんかあるやろ完封で、まあ、ないかさすがにね、しかも6回完封やしね、ピッチャー返し、続けた、で、まあ、ピッチャー変えたいんですけど、相手結構強いんで、普通にね、普通に打たれる可能性あるんで、ゲッツーで終わったら最後、あんまり油断はしてない、外のボール球打った、ライトへ上がった、ライトへ上がりました、ランナー1塁に戻ります、あんまりね、うわ余裕やっつってね、やっとったらマジで負けるときある、今日はショートフライト三振、さあ最後1人ね、打ちました、取れる、あー取れない、 OKOKOK、 中継、まあ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 しゃあないわ、平野ナイスバッティングです、これはよくある、これはよくある、いいよ、打った、ファールボール、もう星野さんフォークビタビタやからね、なんでこれであんまり三振取れてないのかよくわからんけど、流し打ち、はい OK、ショートバウンド取った、はい OK、 まだ神宮1回戦10対0、コールの勝ち、完封勝ち、順調に勝ち進めます、いやいやマジで順調よ、完封、しかもこれ青徳オンパレードになるんじゃない、10点も取ってるし、ホームランもね、まあ、木松さん2本やけど4本出てるしで完封してるし、どう、はい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 、何もないの、おープルヒッターね、プルヒッター、まあ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 いいでしょう、でちゃんと名門も上がると、いやこれどうなので、なんか負けた時に下がるのがちょっと減ったっていうのは聞いてるんですけど、まあ負けないけどね、そんな簡単には、ちょっとこのスケジュールとか系があんまないんですよね、お米の言葉いいね、で、これ次がわお、マヒョが C、 なんか全然強くないね、はあ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 、うわっ、秋島負けてるやんか、うわ秋島が結構指標になるんですけど、まあ、ただまあ秋島が負けてるってことは秋島より強いってことね、そういうことよね、で、いきましょう、はい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 、あ、なんて読むかまず分からんから、それまず聞くわ、勉強せんとね、漢字の勉強になるから、まあ、特にこの映画内の高校は地域の名前になってるから、新潟ね、新潟、おじや、おったな、おじや、おじや、ようやった記憶あるわ、おじやって読むのみたいな、前やったな、頼むよ、あれショッティング、これどうやってゲームバランスになったのかな、実際1対0、決まった、タイムリーツーベースヒット、 またみんなのね意見とか、やってる人の意見聞きたいんですけど、どんな感じになってるのかなっていうところで、うわっ初めて2点取られたね、久しぶりにポンポンと、ただ追いついた、流し打ち、掴みました、これでワンアウト、ランナーありません、いいよ、まあさすがにね、ずーっとゼロはおかしいかなと思ってたんで、まあ、それはそれで別に今はいいんですけど、だってピッチャーもそんなに弱くないしね、あ、持ち前のくせ者も流し打ち、打ちました、 OK、 ライトフライ、いやこれいいんじゃない、ていません、はい走れる、ランナー三塁へスタート、これ大きいね、ならなおもチャンスが続く、今日はでここで走ろう、いけるか、はい OK、 セーフ、二塁はセーフ、なら
保持や、ここで全身守備を敷きます。持ち前の熱血が力を発揮。センター返し、しました。いいよ、これカット打ちね、発動するからね、こいつ宇宙間へ持っていきましたが、これ抜ける、抜けた。三塁ランナーホームに向かう。中継、オッケー、4対2、4対2、橋本タイムリーツーベース。これさ、ここで山田、バッターは2年生山田。さあ、お祭り男の本領発しました。あれ、スタッティング、抜けた。山田くん走れる、やっぱ走れるチームいいね、強いわ。今やってるけど、ずっとキャッチャー、はい、セーフ、二塁セーフ。なら重要な西口、プルヒッターになった男。さあ、究極の思考が、センター返し、いやー、この弾丸、もう弾道低すぎ、スリーランホームラン、そして打ちすぎ。ライトスタンドに吸い込む。いいよ、ここで初めてピンチ、久しぶりに回ってきたもんね、このピンチ。初球を打ちました、1、2塁間の当たり、抜いていった、中継、藤井、ナイスバッティング。バッターは1年生、田中、ここ今日は3球目で守っていこう、ショートライナー。前までやったら、これ、同点に追いつかれるレベルに打たれる。あっと、落とした、落としたスタートを切った。ダメダメダメ、山ちゃん、記録はレフトのエラー、レフトのエラーです。それはあかんわ、2点返しました。一番あかん、リプレイを満塁でそれしたらあかんやろ、あんた星野さん頑張って投げたんやから、満塁でそれはあかん。ほんでね、落とした後すぐ取りに行かないとね、カバー大事よ。そのね、何事をね、ミスした後はその後が大事やから。これはね、もう社会でもそう、別にミスなんか誰でもせるんですよ。ミスなんか当たり前に起きるからね。で、問題はミスした後をどうカバーするかが問題なんですよ。一番重要、ミスなんか誰でもするから、もういいんですよ。逆にミスせえと。あと問題はミスした後なんですよ。そこをしっかりとやってくれないと、こちらとて困る。ちゃんとミスした後にカバーできてるねってなるじゃないですか。奈良、三者凡退に倒れました。いや、ちょっとちょっとちょっとあれやね、厳しいね。いや、面白いよ、いいいい、これぐらいがちょうどいい。簡単にさっきまでずっとあんな強豪高校に目、オーケーです、よう取った。これでワンアウト、ずっとコールド勝ちしても思んないから。バッター、ダメダメダメ、いいよ、よし、打ち、どうだ、オーケーオーケー、いいよ。正面、これで2アウト、ランナー2人を置いて迎えるバッター。星野さん地味にね、今日は一発持ってるんでね、引っ張った、ちょっとそこは怖いんですけど、嫉妬しちゃうから。ファール、いいよ、打ちました。ボテボテのセカンドのところ、エンド取った、はい、オッケー、スリーアウトチェンジ。これアップデート前に昨日決勝やっとったら勝てたかな、甲子園やっとったらね。いや、分からんけどね、それは、まあ、結果論やからもう別にいいけど。ここ青木で、ただね、シンプルにこのチームちょっと強いかもしれんね。キャッチャーは D やけど、星野さんめっちゃいいし、で走れる選手が随所にスタメンでおるし、で一人ダイソーで走れるやつもし、青木、打球を確認して三塁へ向かう。で、まあ代打でも1年生出れるし、なおもチャンスが、ランナー一人を置いて迎えるバッター、サバンジ。さあ、ここは相手に揺さ、シンプルに強い可能性があるね、このチーム。打ちました、まあ、これは逆に来るか、ボールを取る、あ、水越取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回、はい、で、ファーストコーで今井が、今井じゃないの、高橋やな、高橋がいている。やっぱちょっと強いかな、相手が。珍しく星野さん打たれてるけど、まあ、ただ一つ言えるのは、確かに連打はない、連打はない、初球打った、抑えてるもん、一塁へ送る、もうショート、これで2アウト、ランナーは2塁、今日ショートがゾーンみたいな、元気ないやつ多いな、お前ら、あ、全部ショート、はい、篠原、ショートゾーン、見せました、スリーアウトチェンジ。いや、すごいよ、全部ショート、逆に星野さんが全部ショートに打たせたんじゃないかというぐらいのレベル。おじ、いいよ、チカ、これ盗塁いってみよう、タッチセーフ。いや、これね、チカがね、盗塁シーン持ってきてくれたらね、めちゃくちゃでかい。二塁送球はどうだ、いけるか、セーフ、ランナーが一つ先。いや、マジで持ってこい、神宮で、ほんでお前一発打ってこい、
神宮3本目。外のボール球打った。ボールはライナーでライトへ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。OK。やっと久しぶりに三者凡退。山田出る。ナイス。で、高橋。で、まず先走る。キャッチャー二塁送球間に合うか。盗塁成功。ランナー。で、ここは、ファースト守れるやつ、煽るから、今井ちゃん行こう。ランナー一意外と1年生あれか、走れないだけで結構強いのか。いや、どんどん試合出していけたら、あー、二塁ランナー三塁へ。まあまあもしないね。アウト。なら、なお、星野さん星野変えたいな。4点いける。安田いけるか。もし変えよう。飯田行こう。さあ、じゃあもう信じるわ。このアップデートちゃんとしてるよっていう。連打ないよっていう。ああ。そして今拾いました。水越取ってアウト。スリー。ほんでファーストがね、ピッチャーは、ここで安田で行くんですけど、守備が、ファーストがもうできないんでこれで。で、エンドの方が多分足早いからこれで行きましょう。はい。星野9。OK、しかも絶好調なんで多分いけますね。安田絶好調やったら多分ね、そう簡単に打てないと思う。うん、そうやね、そうやね。ただこれ見てほしいんですけど、もう全球種変化球2ずつあるんで、で伸びもあるし、143コントロール C、 もうすぐ B になるとなるっていうことで、いや安田いいよね。はい、ナイス。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。代打は控え出していこうか。じゃあこれ4点差あるし、あ、またサードかぶりしたわ。ちょっと変えんといけんな。杉浦どっか変えんといけんわ。ちょっとめんどくさいもん、これこうやって毎回こうやってやんの。さあ途中出場しましたよみたいな感じで出すの。さあ究極の思考が、いいよ。打った。うん、まあ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 、こっからよ、こっから。川上、いいバッ。打順はトップに帰って、藤井今日はここまでよ。いいよ。ました。うわやばい、中間のフライ、これはやばい。取れる。ナイスナイスナイス。川上、サードいける。中継、川上三塁です。と頼むよ。一塁タッチセーフ。初球から打った。大丈夫。レフトへの打球、レフトバック掴みました。試合終了。落としたからな、今日落としたからな。普通やったらまあまあ犠牲フライにはなってたやろうけど、あそこで落としてるから2点余計に入ってるから。まあ、ただね、まだ近田、西口、橋本とホームランはね、結構出るんですよ。まあ、でもともと神宮出やすいから、ホームラン。いや、山田くんね、タイムリーエラーしてるから、俺の信頼度はそんな上がってないよ。言っとくけど、タイムリーエラーしてるからね。はい、名門ビタビタ。ビタビタになるってことはあれか、ちょっと強かったのかな。はい、そのまま最後の、何何最後、神宮ね、決勝、行こう。よし、一回休もうか。休んで、で、最後これ決勝で、ああ、吉野川、ようやるな、吉野川。エンドね。うわ。この坂東は、坂東英二さんじゃないです。ソフトバンクの坂東です。坂東英二さん、坂東英二さん出てきてほしいけどね、おるんかな、レジェンドで。バンドエイジさん、ちょっと見たいけどね。いや、このね、ソフトバンクのね、バンドね、強いんすよ。うん、いや、能力もいいし、青徳もいいから、結構ね、欲しいんですよね。吉野川ってどこなんだ。足で捉えた。惜しい。ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。エンド。しかもここ秋島倒してるからね。お、やばっ、やば、スロスター案件やん。いや、面白いね。いいね。いやいやいや、簡単に勝ったらおもんないんよ。あー、徳島ね。いや、このね、2年生、学年バグは直してないんや、君たち。学年バグも直さんと。ちゃんとその辺してほしいな。そこまで頭回らんかったんかな。なんか、めっちゃアップデートに時間かかるよね。二塁タッチセーフ。学年バグ直せよ。ショート右へのゴロ。工藤取った。ア
いやちょっと3対0なんで早めに返そうよ。2塁ランナー、よし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 、いいぞ。ツーアウトながら1、3塁で、ランナーは西山田、ここ走れる、キャッチはセーフ、いいよ、キャッチャー二塁送球、はい、セーフ、セーフなら大事な場面です。いやこれマジで1点欲しいな。西口頼むぞ。この神宮かなり当たってるからな。打ちました、セカンド右への打球、一塁送球アウト、まあ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 いいよ。うわーここピンチ、励ますで体力だけ使っておいて定位置、いいよ、打った内野ゴロ、篠原ボールを取る、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーはバッターは2年生工藤、いいよ頼むぞ、スライダー、空振り三振、いや完璧よ完璧、高めの変化球でスイングアウト、うわうちピンチしかこんな、ちょっときついよ、流し打ち、西口掴んだ、西口ベースを踏んでワンアウト、頼むぞ前進守備、1点取らせないからな、相手のバンドにやられとんよね、オッケーナイス、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、連打ないぞ連打ないぞ、いいよ、うんうん、うわーやべやべ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、今拾った、きました、オッケーいいよ、しっかり守れ、打った、カット値あるんか、バーボール、いいよいいよいいよ、歩かせてもいい、初球打ち流した、危なー、ファール、いやー危ない危ない危ない、オッケー三振な、タッチセーフ、頼むぞ、うわーピッチャーは打ち抜けた、中継吉野川1点入りました、4対0鈴木タイムリー、先ほどヒットを放っている坂東、いや坂東さんそんなソフトバンクでも打席立ってないでしょう、交流戦ぐらいしか、打ちました、抜けた、うわ打たれる、なんでレフトバックホーム、バンドいいバッティ、バッターはトップに帰って中村、頼むぞ、いやまあこれは普通に打たれとるな、いや分からんけど、インコース空振り三振、いよいよいよ、最後は伸びのあるストレート、6回の表が終わって4対7、この回オッケー、ここからここからやぞ、まず先頭出よう、エンド出たろ、エンド出たら走れるからまだチャンスある、内角ボール球打った加藤、出ないよね、ただ出ないんですよ、いやーおっしゃ、山田が今日3安打、昨日のあの打球のエラーのカバーを成功です、ランナーが2塁に進んでいます、ここやぞ、さあ究極の思考が今、しっかり打て、2点返そう、おっしゃ、いやー伸び足りないな、見ました、中継、はい、よいよいよ、二塁ランナータッチアップ、ショートから三塁送球、奈良、奈良もバッターはピッチャー星野、頼むぞ星野さん、ここ1点、1点いくぞ、1点ヒットで出た最高、打ちました、オッケー、おおどうだ、いけるか、セーフ、よし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 、さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか、引っ張ろうか、頑張れ、打てるか、低めボール球、うわ一塁はアウト、え、うそ、アウト、タッチアウト、今のゲッツーキッズ、最後はバックに助けられます、うわーシジミスか、今のちょっとうちのシジミスやな、引っ張りあかんかったか、まさかのあのファーストでゲッツーなる、しました、オッケー、星野ボールを取る、一塁へ来る、アウト、スリーアウトチェンジ、一番からな、打てよ、ジョン、ホームラン、ナイス、ヒット、あ、ちゃうわ、次、指示や、オッケーオッケーオッケー、いや、いいよ、いや、もうそろそろバンド奥いいんじゃない、100球投げとるよ、ファイトが全面に、いや、ヒット出よう、打ちました、ツーレツ、抜けた、おっしゃ、これいけるぞ、お前ら、絶対に返そう、ナイスバット、バッターは2年生、鹿田、今日はここ鹿田、まず走る、キャッチャー2塁送球、はい、エンドセーフ、成功、OK、
OK、 究極の思考を使って転がせ、 させていきます。ここ出たらでかいぞ。1、3塁低めボールが、ナイスバッティング、センター、 OK、 いけ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 、サードまでいけ、サードまでいけ、アイラッキーパンチ、ランナー2塁決定、3塁へ、力のタイムリーヒット、なおもチャンスが続いています。4番やぞ、4番やからな、しっかりと流し打ち打ってこいよ。打ったバンド、うわー、そこバンドを取るんや、これでは、いや足元お前打たすからな、いや転がせ、いいよ当てろよ、いいよいいよいいよ、お前カット打ちあるからな、カットしたあげくね、打ってくれたらいいんですけど、今当たってるんやったらそのまま掘り込め、セカンド行け、セカンド、ナイス、しし、いいぞいいぞ、1点差、ストップ、橋本タイムリーツーベースヒット、この回追いつくぞ、3打数3安打の山田、おー絶好調、黄色い声援を背中に受けて、どんなラッキー男、見せろラッキー男、いいぞラッキー男、2塁ランナー3塁へ向かう、ナイス、4打数4安打、山田いいバッティングを見せました、ピッチャー変わる、遅いんじゃ、まず山田が走る、セーフ、2塁がセーフ、奈良伝令いくぞ、奈良ここで伝令を送りました、キャプテン、監督のメッセージが、パワーアップ、勝ち込んでこい、西口1年生、いいよもう一球打ってこい、ツツー、空振り三振、今日は、うわあ、ノリノリで打ってこい、打ちました、打つかって、星野さんが打つ、星野、いいよ、自分のバットで戻す、バッターは2年生沢口、沢口さっき引っ張り失敗したもんな、転がせで打ってこようか、打った、これは執念の守備範囲内、内野だ、勝ち越しました、奈良貴重な1点を追加、よーよー走った、記録はヒットです、奈良なおもチャンスが続き、一発狙ってこい、お前なら打てる、これはピッチャー真っ正面、一塁送球、まあまあいい、1点勝ち越し、最終回、スリーアウトチェンジ、バッターは代打、さあ行くぞ、星野さん絶好調のまま、初球を打ちました、ピッチャーゴロ、ピッチャー正面、星野、はい、ワンアウト、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません、打順は1番に帰って、さあ行くぞ、打ちました、うわーいい当たり、外のボール球、抜けた、いやいやお前らもなんか粘ってくるの、粘ってくるの、ナイスバッティングです、さあバッターは2年生小田、ゲッツ、打ちました、1塁線切れて、いい当たり、打ちました、オッケー、ゲッツ、はい、うまい、オッケー、いけるか、フォースアウト、はい、ゲッツ、社長、神宮優勝、優勝決めました、神宮連覇しちゃったね、見事頂点に立ちました、いや、アップデートされた後に、まあ、どうなるかなと思ったんですけども、やっぱり強いチームは強いね、普通にこうやって競ってるから、いや、面白い、いやー、ええ感ない、もういつやっても面白い、まあ、ちょっと連打がなくなったというところで、また戦術もどんどん変わってくるとは思うんですけども、まあ、なんとかね、ここで神宮を、制覇することできたんで、ちょっと嫌やな、やっぱ女の子の方が嫌やな、ただしっかりとやっぱこのチーム機動力があるんで、機動力をしっかりと生かした野球がすることできましたね、うん、スロスタ案件なんですけども、どう、あ、オッケーオッケーオッケー、星野ももうフォーク6やからね、完璧でしょ、まあ青得はないけども、まあ名門ビタビタのまま、このままもう一回スカウトいけるんで、それも最高っていうところで、今回、やっていきました。新チームになって、でアップデートされた後の初めての栄冠9やったんですけども、第15話になりますね。しっかりと神宮大会、連覇することできました。いや、このチームね、いけるよ、星野さんかなり強いから、このまま春も連覇して、でもう一回、秋春の王者として夏挑めるようなチームでやっていきたいと思います。もうね、近畿大会なんか見てもらったら分かるんですけど、もう余裕っすもんね、地区大会1回戦が一
番7対3で苦労したんですけど、まあ、ただねやっぱ神宮ぐらいになってくるとやっぱ敵が強いんで、まあ、そこはねあの面白い戦いにはなってきたので、まあ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 、ランダが連打されるのがなくなったのかなというところはあるんですけども、まあ、星野さん 2.7、 あれ西口よかったね、ホームラン2本、うん、橋本も2本、篠原、山田いいね、落球したけどね。で、まあ、木松さんも結構ね、ホームラン2本。まあ、ちょっと最後打てなかったけど。いや、悪くないよ、みんな。よく頑張りました。というところで、次回は春の甲子園やっていくんですけど、その前にスカウト入っていきます。で、まあ、今1年生にね、転生 OB がいないというところなので、そこをね、しっかりと、取っていけるように、また頑張ってやっていきますんで、また次回、16話、スカウト、そして入学式、やっていきたいと思いますんで、お楽しみください。それではまた、次の配信でお会いしましょう。橋はマサでした。